また歴史の歪みが発生しようとしています。おそらく今回の歴史の改変もドミグラのワームホールが原因よ。だとしたら放っておくわけにはいきませんね。今度の歴史では宇宙から来た人工生命体ベビーが相手です。ベビーは父さんやゴハンさんをはじめ多くの戦士を洗脳してしまった強敵です。誰が敵として現れるか分かりません。くれぐれも注意してください。トランクス、お願い、目を覚まして。俺は生まれ変わったんだよ、スフル人としてね。スフル人、まさかベビーに操られてるの？目障りなサイヤ人め、消えてしまえ。俺が相手なのか。参ったな。洗脳された俺からパンちゃんを守り通してください。もしかして私の遠い親戚？邪魔をする奴に一緒に死んでもらう。誰だか知らないけど助けてくれてありがとう。でもパパもゴテンおじさんもトランクスもみんな敵になっちゃった。でも悟空おじいちゃんならなんとかしてくれるはずなの。悟空さんは今新しい力を手に入れようとしています。ママ直伝の技、最後の一押しにパンちゃんの呼びかけが必要なんです。俺はパンちゃん、どうしてここに？あんたなんか初期に戻ったの。俺の邪魔をする奴がまだ残っていたのか。こいつがベビーです。サイヤ人共に滅ぼされた俺の母性も復活した。これから他の星の生物にどんどん寄生していって全宇宙を支配してやる。あるな、オラの想像以上だ。なんだ。まずい、ワームホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれてありがとな。また会えるような気もするけど、じゃあな。お帰りなさい。お疲れ様でした。ベビーを追い詰めたところでワームホールとはまた厄介なことになりそうです。
次の巻物はまた俺が調べておきます。ええ、そろそろ慣れてきましたよ。人ってこうして成長していくんですね。